韓国景気道水原地域にある基本企業の衣類店で陳列された商品を故意に毀存した40代の女性が警察に逮捕された。水原南部警察署は財物損壊の容疑で A 氏を検挙し、調査中だと24日、明らかにした。警察によると A 氏は去る10日と20日の2度にわたり、ユニクロで衣類など、 約40万ウォン相当の商品を故意に毀存した容疑だ。警察は当該店のオーナーが去る21日に通報したことから捜査に着手し、防犯カメラ映像などの証拠を確保した。防犯カメラの映像を確認した結果、A 氏は主に白色の系統の服や靴下などに赤色のリップスティックを使って、商品を毀存したことが分かった。 警察関係者は、具体的な犯行動機を把握するため調査中と述べた。